渡辺美智子は東京都出身の元弁護士。戦後初の女性弁護士で第二東京弁護士会に所属した。日本女性法律家協会会長、婦人少年問題審議会会長、中央労働基準審議会公益委員、日本キリスト教女子青年会理事長などを務めた。2010年1月23日に肺炎のため死去した。去年94歳。 日本社会党に所属し、党婦人局長を務めた渡辺道子は、同性同盟の別人である。1956年5月11日参議院、法務委員会公聴会にて、死刑廃止に賛成する、胸の発言を行っている。1958年11月4日衆議院、地方行政委員会公聴会にて、警察官職務執行法改正案に対して、反対する。 胸の発言を行っている。1958年11月4日の発言においては、協力化された警察力というものは、その権利と自由を守ってやるのだと言って、他の国民の権利、自由までをも奪ってしまうことになるのではないでしょうかと危惧する一方で、最近の金表ストやデモに見られる一部の団体の行き過ぎを私ども国民は、 決して無条件には認めるものではございませんと述べている。ありがとうございます。